ローマ人の物語、えー、3ですね。えー、勝者の混迷で、えー、第1章のグラックス兄弟の時代ということで、えー、5回目ですね。えー、第1章が長いですので、えー、短くお話ししています。えー、なぜこんなに、えー、これの帯にタイトルがありますようにサブタイトルですね。 えー、敵はあ我が内部にあり、えー、ローマに混迷の世紀が始まるということで、えー、まあ匠の女の茶がまあお予約すれば、えー、そのハンニバル戦争と呼ばれた時期にはあ元老院に、えー、権力が集中、うん、するのはうまく機能しましたけど、えー、そういう平和な事例になって、えー、地中海。えー 全て世界を制覇したローマにとっては元老院に全部の権力が集中することはあまあ内部から崩れてということで、えー、うまく機能しないということが述べられていますね。で、えー、これはじゃあ具体的にどういうことがということで、えー、生きていきたいと思います。はい、えー まあ具体的に、えーえーまあ、全て、えーえーまあ、言論員には、えー、この第一に外交権があり第二に人事権があるそして第三に、えー、財政権それにまたあ軍事権すらあ実際上は言論員になったと書いてあります。えー 選出されたああ執政官2人の日記を決定するのも元老院であるまた全執政官として当時を任される属州をどこにするのかの判断も元老院が下したということで、えー、まあすごい、えー、権力が全て周知したということですねはいではいきます、えー、各,かかも各かも 家法どもの権力集中でももしもそれが社会不安と結びつかないでいたらローマではさして問題にならなかったであろうローマ人は関連的なギリシャ人と違って少数指導性というローマ独自の共和政体のシステムそのものの製品は問わなかった だが、システムのの機能の有無はたのである次の表の。次のページの表は兵役格闘者と見なされていたローマ市民の数だから17歳より60歳までの男子で兵役の形を取った直接税を支払えるだけの資産の持ち主しか計算されていない。 また大規模な戦役もない時期にしかも資産の加減を下げても市民,市民数が減っているのは、えー、従軍中でも孤国に残した家族が生活していけるだけの資産の持ち主でないという理由で兵役を免除されていた無産者が増えたということである。 ローマ社会に富の格差の拡大が起こったのだ紀元前2世紀後半にローマを襲った社会不安はかつてのように貴族に対し平民が政治上の権利の平等を求めて政治上の権利の平等を求めて起きた構想とは違った前2世紀後半から始まる構想は えー、社会正義の構成を求めて、えー、止める者と貧しき者の間に生ずるのである、えー、だがなぜそんなことが起こったのか地中海世界の、うん、勝者となったローマであるのにそれは、えー、付属、うん、不,相不相階級の、うん、不相度金持ち度が 桁違いに向上,向上したことが示しているがそれなのになぜ、えー、共和制ローマの中腹であったあ一般市民の数が減少するような事態が起こってしまったのか、えー、冬階級がその冬度がですね、えー、金持ち度が桁違いに向上したことですね。はいえー えー、社会、えー、不安はしばしば、えー、経済不安から始まるそして経済不安は、えー、失業者の増加という形をとって姿を現す、えー、ローマ人はもともと農民族であった農民としては勤勉、えー、で紳士、えー、性に基みローマの農民の生産性は あ国境を接するガリア人よりも格段に優れていたというのが定説になっているまた農業に従事することは市民の職業としても立派なことと思われていた紀元前5世紀の話だが独裁官に推挙された近畿ナトースはクワを捨て 指揮権を持ち戦いに勝って戻ってきた後は再び桑を取ったという話が残っている家庭的な規模の自作能であり奴隷がいたとしても1人2人というところであったろうその後農耕地も奴隷の数も少しずつ増えたが自作能が主流であることにはかりはなかった 彼ら自作脳が第4と第5級に属する資産者ということになっても直接税の代わりである兵器を務めローマの覇権自立への一役を担ってきたのである死と脳の区別が明確でないことを除けば死の交渉とは当時のローマ人のためにあったのではないか かとさえ思ってしまう。しかしイタリアの中での経済構造の変化がこの中産階級を直撃することになる。はい。えー、この、えー、なかなかこれをまとめるのもちょっと大変ですね。図がこのように、えー、書いてあります。少し、えー、詳しく読んでいきたいと思います。えー、これは。 1> 第1次ポエニ戦役後とこれは、えー、紀元前241年ですね単位はあっですねそれと第3次ポエニ戦役後のこれは紀元前146年ですね、えー、これが一番上が第1階級次が第2階級第3階級第4階級第5級階級 えー、第一ポエニ戦域では無産差階級ですね、えー、数字が、えー、無産差階級が、えー、1万2500未満の資産しか持たない、これは単位が圧勢ですね、えーまあ、1万2500未満の 資産しかも足りない免疫階級ですね。故に兵器も免除ということで、えー、第5階級が1万2千円から2万5千円第4が2万5千円から5万、第3が5万から7万5千円第2階級が7万5千円から10万ですね。第九が10万以上。第九と第5級の格差が10倍 以下でした。でも、えー、第三次ポエニ戦役後では、えー、この格差ですね。えー、無産者階級が六千四百未満、そして第5階級が五、えー、万から六千四百から五万。まもなく四千五百以下になり、えー、期限制百三十年頃には。 1500にまで落とされるそして、えーえー、第4階級が10万から5万から10万第3階級が10万から30万第2階級が30万から100万第1階級が100万以上ということで この第1階級と第5階級に,には、えー、格差が500倍以上となっています、えー、次の表ですね、まあ、詳しく単位がまあ,あ星はなってますけど、えー、第1ポエニ千円液後と第3次ポエニ千円液後ですね、えー、次に、えー 年代別に兵役格闘者とされたローマ市民権所有者の数の推移ですね、えー、紀元前、えー、241年には、えー、第1ポエニ戦役終了が26万,26万ですね、えー、紀元前225年が第2次ポエニ開始の 7, 7年前が えー、29万1200、紀、え、元、ーえー、前204年の第2次保援終了の2年前が21万4000、そして紀元、えー、前、うん、189年がシリア戦役終了1年後、25万8318ですね。 えー、紀元前179年、おそらくスペイン派遣軍の兵士たちが調査から外れたため、変異していない、えー、25万8794人、そして紀元前169年、えー、31万2805人、えー、マケドニア王国滅亡時。そして えー、紀元前、えー、159年、えー、ローマにとっては大戦争なかった時期が32万8316、えー、人、えー、そして紀元前147年の第3次ポエニ戦役当時が32万2000、えー、紀元前136年,年の大規模な戦争なしが紀元前1 0 7年 31万7933、えー、人そんなに、えー、ローマのー市民は増えてないですねはい、えー、このように、えー、中産階級その経済の格差で、えーえー 1一つは元老院に、えー、権力が集中したということとそれとまあその市民が、えー、軍隊兵役につきますのでその濃厚その主体となっている中産階級が、えー、打撃を受けたということがあ述べられています、えー、難しくなりますけど、まあ、経済となりますけど、えー、このことが述べられています、えー、難しくなりましたけど はいえー、このえローマがあーどうして内部から敵は我が内部にあるということで石野、えー、さんがあ指摘しています。えー、またああ次回の、えー、勝者のコンビでお会いいたしましょう。またマスターとの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、えー、ボタンとよろしくお願いいたします。仕上げのスパシャンプレゼシャローモ